ケラディのラーメーシュバラ寺院ケラディナーヤカーサとは南インドのカルナータカ地方に存在したヒンドゥー王朝。ナーヤカーサの一つでもある。首都はケラディ、イッケーリ、ビダヌール。ケラディのラーメーシュバラ寺院の彫刻イッケーリのアゴーレイシュバラ寺院の彫刻15世紀末頃からケラディにおいてビジャヤナガル王国にナーヤカとして仕えていた有力な一族の支配が見られるようになった。 また、このナーヤカ一族は、ビジャナガル王国で、地方長官クラスの大ナーヤカであったとも知られる。1560年頃、サダーシバナーヤカは、ケラディから一計理二とし、一計理には、城塞やアゴーレーシュバラ寺院が建てられた。1565年、ビジャヤナガル王国が、ターリコータの戦いにおいて敗北した後、ナーヤカ朝としての独立の動きを見せ、 事実上反独立の立場を取った。ヒリア・ベンカタッパナ・アヤカの治世、1614年に、ビジャヤ・ナガル・王・ベンカタニセイの死後、同年と1616 16年から1617年にかけて、ビジャヤ・ナガル王国が王位をめぐる深刻な内紛に陥ると、ケラディナ・アヤカ・アザは衰退したビジャヤ・ナガル王国から完全に独立を果たした。また、 1623年にこの地を訪れた、イタリア人旅行家のピエトロデッラ・バーレは、ヒリア・ベンカ・タッパ・ナーヤカを有能な統治者としており、彼は17世紀に、ビジャープル王国が、南インドに侵入してくるとこれを破り、首都ケラディには、ムスリムのモスクやジャイナ教の寺院の建設を許している。だが、ビーラバドラ・ナーヤカは、ビジャープル王国の圧迫を避けるため、 1640年頃に、一景里から、ビダヌール2000都市、ビダヌールには、周囲12キロメートルの城壁を持つ城や、ニーラ官邸シュバラ寺院が建てられた。その王子シバッパナーやカは、この王朝の最も偉大な王とされ、ビジャープル王国とマイソール王国の勢力を撃退し、文学や美術を愛好し、国内における税制も整え、後に、 イギリス東インド会社の管理も評価するほどだった。芝っ葉なあやかの没後、疾患弁かたっぱなあやかとバドラッパ、なあやか、相馬市営からなあやか一世の知性はどれも短く、1672年から、相馬市営からなあやか一世の日で、女王ケラディチェンナンマの知性となった。ハイダルアリー17世紀末、ケラディチェンナンマの知性、ムガル帝国がデカンに進出して、 ビジャープル王国とゴールコンダ王国は滅ぼし勢力を拡大し、マラーター王国の王サンバージーを殺して南下してくると、彼女は南インドに逃げてきたその弟ラージャラームを支援した。ケラディナーヤカ長もムガル帝国の軍と交戦手しており、ケラディチェンランマの戦いと勇敢さはカンナダ語の文献に記されており、それは物語となって今も語り継がれている。しかし、 18世紀以降、ケラディナ・アヤカアサは常に、マイソール王国の圧迫を受け続け、次第に衰退していくこととなる。女王ビーラン・マジーの治世、1760年に、ムスリム軍人のハイダル・アリーが、マイソール王となると、その圧迫はさらに強まり、1763年3月に、首都、ビダヌールを落とされ滅亡した。ハイダル・アリーは、首都、ビダヌールを落とした際、 巨万の財宝を手にしたと言われ、同地に金貨鋳造所を置き、その名を冠した金貨、ハイダリーパゴラを鋳造させた。ありがとうございます。